はい、ということでですね、今日はですね、秋田コスモトラベラーさんの前に今来ておりますね。お客さんいっぱいですね。いっぱいですね、すごいですね、うちのね、青年団の応援団を兼ねておりますけどね、はい、まあね、今度は羽田発もね、非常に便利になりましたので、国際線がね、だいぶ充実して、そういうことで、まあ、来年からまあ私もね、旅行解禁ということでですね、はい、ね、年4回、年4回、四季の変わり目とともに共に行くということでですね、面談設定も非常にリーズナブルなね、どうなんでしょうね、羽田発、ほら、ああ、ね、安いね、半円プライスソウル、これ37,800円、安い、4日間こういうのもありますね、結構ね、あるんですよ。秋田発もいっぱいあるんですよね。台湾、あ、そっかそっか、秋田発のやつ、台湾、香港、バンコク、シンガポール、アンコールワット、カンボジア、カンボジアもあるんですよ。え、直通便あるんですね。いや、これはソウル乗り換えで、だから94,800円、4日間、あ、だから成田まで下がなくていいから、はい、要するに秋田から行く分には非常にいいですよね、もしこれにちょっとストップオーバーつければ5000円出せば、あ、韓国でね、はいはい、焼肉食ってから、アンコールに。なるほどなるほど、いろいろね、バリエーションありますのでね、ぜひね、旅のともにコスモトラベラーさん、ね、ラッキー店内にありますのでね。そうですね、そっか、今年末だから、そう、年末でね、あのどっかで過ごそうみたいな、ちょっと、ね、カウンターにお客さんもいますからね、どちらでいかがですか。今ちょっとあの旅特集ということで、はい、あの突撃取材なんですけれども申し訳ありません。はい、どちらに行かれますか。いや、今、まあ、年末近場で、あ、そのフォレスタ紹介ちょっと聞いてもらって、まあ、あまり近すぎてないですよね。近くても遠くても出かけることはちなみにあれですか、お正月を過ごす、いや、まず年末、年末ですか、やっぱり地元もね、大切なんですよ。やっぱり車で行きたいんで、あんまりちょっと冬場だと遠いとね、雪とか危ないですからね、それで、まあ一泊でこう戻ってこれるとか、フォレスタ紹介は俺はまあ変わったことないな、なかなか一回行きたいなと思っても、いつもなかなかこう取れなくて、割といっぱいなってて、まあちょっと今回どうかな、なんかいや、ここのね、この、山本一太さんは私たちと旅仲間です、ね、あ、ね、今日はおりませんがね、またこの次に出ていただきましょう、ね、ではまあ、いい旅をしてください、ありがとうございます。でもやっぱりね、あの近場での旅っていうのも結構あの気楽に行けるから、あの、やっぱりね、家から出て行けるだけでもまずね、そうですよね、そうなんですよ、家から飛び出して自転車に乗ってね、なんか近くの神社まで行くのだって全然楽しいことですし、そうそうそう、だからその必ず海外行かなくたって、そうなんですよ、この辺の保養センター行くだつだって十分なんですよね、まあ、このね、この全身のね、向こうのラッキー、あそこ、あそこは昔スターレーンというですね、はい、ボーリング場だったんです。スターレーンという、ボーリング場だったんですか。そう、へえ、知らなかったです。日本で一番最初に潰れたボーリング場ということで昼のね、NHK のニュースに出ましたけどね。それはちょっとあんまりあれですね、本当よ、潰れちゃったんですか。そう、ボーリングの乱立で、あ、そっか、あまりに立ちすぎちゃって、そう十文字で2件あったんだから、あ、そんなあったんすか。そうそう、へー、早朝100円なんてね、へー、みんなボーリングの球買って、そしたら、まあ、マイボールで、そうそう、それは20人ぐらいはあっちこっちでね、ゴミのね、粗大ゴミの時はボーリングの球とかシューズがどんどん出ててさなるほど、もう今のね、ラッキーさんの駐車場をね、これ起こすと大変ですよ、ね、あそこに駐車するとこあったんですか。そうです、あそこにもうボリングのピンがみんな待ってるんですあ、じゃあコンクリート引っ張り出したらボリングになってきてる最初は本当あのね、本当にバッタモン市場から始まって、はい、だんだんとこうなってきたんですよね、うんうんうん、その前はこの初代はやっぱりただのその辺のね、はい、
本当小さい缶詰屋さんだったの。缶詰屋さん、缶詰屋というような、ね、野菜屋さんだったのはこういうふうに大きくなって、いやしかしちょっとこの十文字のこの何でしょう、この活気のある感じっていうのはやっぱすごいですよね、まあ、道の駅しかりラッキーさんしかり、そうそうそう、うん、やっぱり、ね、当時からやっぱり駅を持ってくるっていうことがまずね、あったろうし、逆に今度は、まあ、その泥を使った道の駅で、そこも似合ってるし、ね、そうなんですよ、うんうん、他のやっぱりあの地方の道の駅行くとあの観光客は入るけど地元の人は入ないっていうのが結構多いと思うんですけど、うん、十文字の道の駅さんって本当に地元の人たちも買いに行くじゃないですか、そうそうそう、うん、本当にもうそのとあの土地で取れたものだけをこう厳選してやってるからいいものが食べれるっていう、またそういうほらミニステージがあって、あ、ね、歌自慢、はい、踊り自慢、ね、そんな方々がね、昼にね、うん、騒いでますからね、うん、この間折り紙教室やってましたね、あ、おばあちゃんたちが、うん、ね、まあ、ということで、はい、じゃあまた違うところに旅立ちましょうか、はい、お願いします、はい、はい、ということでフォカルのマスターとですね、クリーニング恵比寿屋さんに来ております。マスターあの、はい、いかがでしょう、ね、はい、このね、オーナーとはですねもう30年近くなりますけども、旅のね、はい、元祖なわけですよ。あ、そうなんですか。そう、要するにユースホステルっていうのがあって、はい、その全国にユースホステルの中でもその、はい、ユースホステルをこうまとめてるようなグループがありまして、はい、そこの中の鎌倉グループっていうのが横手にあったわけですよね、はい、そこに私もちょっと顔を出したりしてる時に恵比寿屋君とは知り合いになってて、はい、まあ、彼はだからあの当時その鎌倉グループの鎌倉通信を出してて、はい、それの要するに手書きの大家っていうことですね。おお、手書きで書かれてますか。手で書いても、はい、もうね、活版印刷するのそれぐらい素晴らしい。活版印刷よりすごい。それはまあ、見える見えるって今度はね、今、このネット社会のですね、はい、ツイッターでね、かなり結構、ツイッターでやると、横田。横田。ね、うん、横田で結構ね、非、うん、店長でこう出てますので、ああ、そうなんですか。ね、この番組をお聞きの方で、ネットをやってて、まあ、はい、ミクシーとか、はい、横田とか。横田とか、はい、あ、ツイッターやってれば横田とかですね。そうですね。で、どんどんこうね、うん、フォローしたり、はい、フォローしてもらったりと、はい、いうふうにしていただきたいなと感じの私は、まあ、全然あのやれないんですけれども、でもてあのマスターブログ書いてるじゃないですか。ブログはなんとかでこの頃上げてるんですが、ツイッターこの間上げたんだけども、それも全然やってないね、アカウント取れましたよね、この間ね。ちょっとあれ聞いちゃってもう一回再登録、やれないのよ。まず見て、後にやってですね、わかりやすいアカウントにしてくださいね、はい、ということでですね、ね、旅の当時はやっぱりです、ね、ユースホステルの会社を持って、うん、まあ、世界のユースを泊まり歩くのも、まあ、旅の、ね、まあ、楽しみだったんですけど、ね、恵比寿さん、ちなみにどこら辺回らせたんですか。私はポッカラさんと違ってね、世界中なんじゃなくて、ほとんど国内、しかも東北限定。あ、東北限定。限定限定。あ、でも逆に限定するのも面白いですね。うん。うん、まあ、これ近辺だけだから、だからまあ青森、岩手、はい、スタンとかね、はい、そこら辺をくるくる回ってたっていう。それ移動手段は車でですか？全部。うん、車だったり、場合によっては汽車だったりバスだったりっていう。ああ。その時によってやっぱりあの目的の応じてその交通手段も変わるっていうか、ね。変えると。うん、うん、一番印象的だったらどうってどこですか？ああ、やっぱりね、あの県内なんだけど、あの錦村にね、はい、あの縦地沼ってあるの。縦地沼、うん、これが幻の沼と言われてるさ、はい、うん、でそこ の, あのユースホステルに泊まって、はい、うん、でその縦地沼までね、はい、こう歩いてた、はい、みんなで、うん、であれがやっぱりね、なんていうのかな、すごく印象残ってるのは、そこでお昼食べたんだけど、はいはいはい、水がね、はい、ないわけよ。え？水がないわけ。水がない。縦地沼って沼があるだけあるから、はい、うん、でほら川とかなんかがないわけだから、あ、飲みそうな水が。なるほど。どうすよって話して、沼の水飲むわけにもいかないですからね。やっちゃった。やっちゃったんだ。沼の水汲んで
それであの料理作って鍋とか作ってでお昼食べて帰ってきたことあったけど、あのお腹大丈夫でした？そこ全然大丈夫。あ、そうなんですか。うん、あ、だから綺麗な水だったんですね。そうあ、そう、割と綺麗だったね。上澄みをすぐったから、ね、あの沼のイメージって言うとなんかこうドロッとしたイメージありますけど、そういうもん、うんうん、そういうもんでもない、うんまあそれはすくうとね多少はドロッとしてるんだけども、ええ、うんまあでもあれは火でねあの沸かすっていうから、ええ、あ、そういえば、うん、大丈夫ですよね。まあ大丈夫だろうと、うんうん、で壊したらみんな壊れるすなみたいな、うん、でもユースホテルさんも水道通ってないだったんですか。そうすればいやいやユースホテルはちゃんとほらそういうの管理されてるから大丈夫なんだけど、あ、でも、あそこまで歩いて歩いていくから、あそっかそっか、だからその時に誰も水持っていかなかったわけ、はい、あの重たい水を、ええ、どっかさ水あるだろうと思って、ええええええうん、見事にねくて見事にねくてじゃあその川とかね飲みそうな、はい、なんかあの湧き水とかさ、はい、なんかがあればいいんだけど、はい、全然ないわけそんなのね、はい、そうするとやっぱり腹も減ってるし食べたいし、どうするったらこの沼の水使おうって聞いてそれは確かに思い出深いですね。初めてだな、あの沼の水、沼の水を飲んだっていう、うん、やったっていうのはねだってねポカラさんなんかもっとすごいこといろいろやってるでしょ。まあ私はね、自転車旅行の頃はあのママレモンが、うん、全部でしたけどね。ママレモンパンツ洗ったりもそうだし、頭も洗うし食器も洗うという、あ、まあ、一本で全部済むという。なるほど、食器も洗うし体も洗うし、うん、頭も洗うし、ママレモンが一番もう良かったというだってあれはずっと洗剤がプロだからよくわかるけどさ、アンブラ脅せすぎるんじゃねあれ。もうでも別にほら、うん、一緒にしなければ簡単にいろんなあれですよ、うん、もう荷物減らすっていうのはねやっぱり、うん、なんていうの、そうですね、大事だもんね、うん、どんどん軽量化していかないと重いもの背負ってあってね、うん、そうそうそうそこ、うん、だって液体洗剤なかったもんね、うんうん、あこの席だと染みちゃうしさ、あだってこれ硬い席は重いしさ、はいはい、そしたら必然的にママレモンになるとママレモンということですね。まあこういうね古駒さんの音楽の旅、うん、でまあまたまたちょくちょくとね古駒さんだけど、その横ったお嬢をしてまたね旅続きを集めていただいてこう喋る会とか、うん、なんかそういうねつながりをもっともっと、うんうん、そうですね、うんうん、そういうことでまあ今日はお邪魔させていただきました。ありがとうございます。ねえ、ビスヤさんは十文字でですね、はい、ビスヤクリーニング店をお経営しておりますのでね、はい、まあ染み抜きの天才ですので、ね、お素晴らしい。あ、僕はあのユートピアさんで、ええ、あのその染み抜きナウっていうのをあの道の駅十文字でやったんだけど、はい、あのイベントの告知ユートピアさんでやらせていただいて、あ、そうでしたか。ええ、あ、藤田さん、はい、だっけ藤田さん続いてもらう収録もしかして鎌田ですか。鎌田さん、鎌田さんだっけ、この教えてもらったの。あ、原田さん、原田さんごめん、はいはい、鎌田だけ女だった。いえいえいえ、そうそう、原田さんが、たまたまその電話に出てくれて、はい、じゃあ今から話すのに来ませんか。あ、違って、はい、行く。あ、そうですか。まあそういうことで結局そのまあ電波で流れますでしょ、はい、ね、うん、それも含めてまたそのね、みんながちょっとずつ記事を書いて、うん、本当にね貼り付け型のこうね、そうですね、通信みたいなのもね、これね、ポカラ通信、ポカラ通信じゃなくて、だからそのこういうつながりの人型がこう集まる、だから俺はあくまでも、うん、そのポカラ通信じゃなくて、そういうふうにそう思って始めたのがまああれのねですけども、ね、これからまた新たにね、そういう感じでやっていきたいなと思いますので、ね。そうそう、私のサイトになっちゃうと面白くないのでいろんな人がいろんな口書いてくれて、うん、それを今度そういう人のところに何冊かずつ置かれるという、うん、異業種を、うん、私にね、そういうつながりも面白いんじゃないかと思います。ちなみになんか今後旅に出る予定はあるんですか。いや、さすがにこの年になって結構、うん、残ったって旅に出てます。ためにあ、そう、旅じゃなくて、ためにベーね、ベの方、ためにはい、うん、まあ、ひどい目に遭いました
あの激辛ピザ、ね、激辛ピザです、あまりに辛すぎだったやつですか。まあ分かるわ、まあ、こじこじさんっていうね、はい、ですからね、はい、まあ、いろんな方そこにまたお邪魔してもいいし、はい、ね、まあ、そうやってやっぱりほら、ワイワイやるってもね、なんかやっぱりそのツイッターでねこうつながってる緩いつながりなんだけど、はいはい、うん、なんかそういうのからこうなんていうのかな、うん、実際のことリアルでそうですよ、ね、あったりして、うん、だからもうすでに知っちゃってるわけですよ、ツイッターでお互いつぶやいてるから、はいはい、大体その人のあれがなんとなく分かってる、はい、ってことで実際に会ってみて、はい、あこういう人だったんだなって言って、もっと仲良くなって、うん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 、そうやっていくうちにねこうどん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 こう輪が広がってくる、うんうん、それでまあ来年の夏あたりは、はい、まあ、まあどっかで鍋っこやろうとなって、はい、まあね、水を持っていかないと沼の水を沼の水で、うん、いやちょっと今の若い人は大丈夫かな知らないよ俺それ俺だから大丈夫なんだよ沸騰すれば大丈夫だよ、まあね、沸かせば大丈夫、沸かせば大丈夫思うんだけど、うんうん、いやでもやっぱりあれだよ、やめた方がいいと思う、もう今はまあ、今どこでも水をな、確保してやるからな、大体は大丈夫でしょ、うん、まあ、ということで、はい、緊急取材に来てしまいましたけども、ぜひ、まあ、ツイッターよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。あ、よかったですね、はい、はい、では、今日は、十文字の恵比寿屋クリーニングさんにお邪魔いたしましたありがとうございました。はい、失礼します。ヒゲ店長ですからね。はい、ヒゲ店長さん、ツイッターの横田の、はい、ね、中の人っていう、ね、もしこれ聞いててね、はい、横田に入りたい方があったら、うん、ね、ぜひ、入ってください。はい、ありがとうございます。ね、今日はあとは最後ですけれども、コミュニティハウス2回れ、ね、はい、十文字のね、ここはうちのね青年団のですね、はい、アントニオ高松さんのギタースクールがねここで開かれております、ね、お、毎週日曜日ね、いや楽しみですね、ちょっと覗いてみましょうか、行ってみましょう。ということで、ここは高松ギタースクール、ギター教室、ね、あのギターの練習されてますけど、ね、これはアコースティック、クラシックギター、クラシックギター、うーん、うん、校長があそこにいる、ええ、今アントニオ高松さん、あの教えられてる方ですね、うん、これギターはもうご自分のギターなんでしょうかね。これみんな自分のギターだよ。ということでちょっとね、ええ、ちょっとお邪魔してみましょうか。そうですね、はい、お久しぶり。お、今日はですね緊急取材にFM ユートピアでですね。ああ本当。それに行ってますので、ね。ぜひベテランの方にインタビューして。ね、ここの教室の校長のアントニオ高松さんです。どうもよろしくお願いします。すいません急にお邪魔しちゃって。いえいえ、もう。これ何時からでしたっけ？1時から。1時から。5時ぐらいまで。5時ぐらいまで。うん、初心者大歓迎ですもんね。この教室誰でも気軽に入れるんですか？うん、もう、はい、誰でもなんだけども、はい、今いっぱいいっぱいだな。あー、なるほど。どうしても一人30分ぐらいやってるもんだから、5、6人来ればもう5時までだから、ね、ちょっとこれ以上増えちゃうと例えばさすがに教えきれ、うん、れられない。まあ入れ替わり立ち替わり休んでるから、はい、その時の穴埋めっていうのはいいかもしれないけど、うん、全体で13名いるもんだからね、大変なんだ。まあ先達家も一人入ってきてくれたけど、はい、なかなかな、だから、まあ全て無限に断ってるわけではないんだけども、はい、どうしてもやりたい人いるから、そういう人は、だからってことでやってるけども、まあいずれにしても、はい、いっぱいいっぱいってことまあ逆に言うと大盛況ってことですよね。そうだね、一つのクラブとしてはいい方じゃないですか。ですよね、というところでここで今本当は一曲ご披露していただければ助かるんですが、ヨタ君ダメかな、禁じられた遊び。ヨタ君一曲弾いてあげて、禁じられた遊びでも何でも。あ、一曲お願いします。うちの息子が来ます。はい、信じられた遊び。マスターの息子さん。そうそうそう。俺が行けば信じられた夜遊び。夜遊び。息子が行くから信じられた遊び。
あ、そうですか。あ、じゃあのマスターの息子さんお願いします、はい、禁じられた遊びを、はい、例えばマスターと息子さんとでセッションとかするんですか？いや、もうやらないな。やんないですか？え、なんで？モテないじゃないですか。いやいや、それだよね。やらないよね。息子は息子。やっちゃうやつ。なるほど。ね、ただ、泳いで目立たないようにして。あ、目立たないようにそうですか、いや今日はだからあのね、はい、今日の出演料は後で200円もらいますから。ギャランティーとしてね。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お騒がせいたしました。